またまた賛否。連日、またよくひょっこり登場しておりますな。今日も、ちょっとこの部分をお掃除し、ちょっと一日、今日はこれをやってみよう。ほんの小さな目標。ほんの小さなことでいいと思います。本日もサンデースペシャル第2弾。津田梅子、お届けいたします。Thank you.